皆さんこんにちは。今回からグリーン TV の案内人を務めるドラゴンアッシュの淳です。僕はドラゴンアッシュのメンバーとして活動している一方で、パワーオブライフという生命力の素晴らしさ、大切さを写真展やライブイベントなど様々な形で伝えて、皆さんに考えるきっかけを作ってもらって、一つでも多くの命を救っていければというプロジェクトを展開しています。そんな自分ですが、表現者としての視点から皆さんと一緒に環境問題について考えていきたいと思っております。まずはじめに今週の気になるニュースからどうぞ。今週の僕からのおすすめの映像はこちらです。 The total known land area occupied by United States nuclear weapons bases and facilities is 15,654 square miles. This is equivalent to 3/4 of the area of Wales.Or approximately 2.75 million Wembley pitches. さまざまな問題が人間の力によって起きていると思います。とても重要な問題ですが、自分としては言葉だけでそれを説明するよりは、こういったライブという形をとって多くの人に見てもらえたら嬉しいなと思っていて、とても素晴らしいアプローチの仕方だなと思いました。いかがだったでしょうか。こんな時期そんなような映像を見ていろんな思いを馳せるにはぴったりかもしれないのかなと思っております。自分の主催しているパワーオブライフでも様々なイベントを開催していますので、詳しくはこちらをご覧ください。